こんにちは、とハッピーです。今回の動画はこちらです。仮面ライダードライブブラックスシフトカーの03。今回はマッドドクターとランブルダンプです。このタイプワイルドがガラッとイメージ変わりましたね。ものすごくごっついですね。パッケージの裏は、いつも通りの遊び方ですね。先に音声だけの動画はアップいたしましたので、よろしければそちらもどうぞ。今回は救急車型とダンプカー型のシフトカーですね。こちらが中身です。黄色い方がランブルダンプ、そしてこちらがマッドドクターです。共にクリアですね。スピンミキサー以降のフロントが回転するタイプのシフトカーです。そしてやっぱりクリアなんですよね。思いっきり救急車型ですね。今のところスピードワイルドですかね。クリアではないね。こちら変形後です。認識番号が057、そしてシールはハート、そして雷、雷というよりは AED、 こちらのマークでしょうかね。電気式の、車体に比べてホイールがでかい印象はありますね。続いてこちらランブルダンプイエロークリアです。そしてこちらもやっぱりね、ダンプカーモチーフのために、コックピットが小さくなっているのでタイヤが大きく見えますね。でも他のシフトカー同様タイヤの大きさは一緒です。こちらも変形はフロント側です。変形させるとこのような形。そして、認識ピンの番号は055、そしてシールは荷台から土砂を下ろしているようなイメージでしょうかね。シール自体はメタリックですね。続いて音声です。以上音声でした。救急車のサイレンの音が異常にリアルな気がします。ダンプカーと救急車、劇中ではどんな活躍か楽しみです。やばいですね。年内で一体どれくらい出るんでしょう。
いろんな方の動画を参考にちょっと車庫も作りたいなと思います。トイハッピーでした。